6月20日8時半に旗持ちを出ました。今日は堤さんです。そっから菌が入り込んで増殖をした。もう一回最初から言ってください。え、初めからこの竹寒波の木肌に冬寒くてマイナス15度以下になると凍裂が走る。その凍裂から菌が入り込んでこれをカバーしようということで、ああ細胞が増殖をする。かさぶたですな、はい、かさぶたですな。そう、そうするとこれががんみたいなことでどん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 成長してこういうコブになる。看板の木が多いような気がしますけど、はい、それがそうですね、入りやすいのかもしれない、ね、竹看板吸ってる人の方が菌が流れるから、ああこういうの止まっちゃうから、はい、これが一つのね、コブ現象。コブ現象、ね、ハブチは変えてたそうです。だんだん標高が高くなるとね、小柄花、ああ、叩きカエルとはどう磨けます？あ、もう全然違う。大きさが違う。あの目もやっぱり先が赤いですよね、枝がね。鉄カエルっていうのは、使ったらこういう枝に両サイドにつく。ああ。こういうふうに真正面二つがこう、頭が分からない。ああ。五星ってことですか？五星ですね。カエデも五星、カエデだから五星だけど。あ、カエデはみんな五星なんですか？五星です。で、付き方が枝にの両サイド。あ、これもついば五星。ね、先っちょに二股に分かれますよね。ええ、芽吹いてるじゃないですか。先っちょ。右がつるあじさいで、左がツタブラシ。なんで分かんだろうな。木はツタブラシ。あ、芽吹いてるのがツルアジサイ。なんかすると感じは違うけどな。わかんないわ。何回も言ってると、あ、違うなーって覚えてくるんですよ。最初は私もわかんなかったんです。腰掛けですね。この木はブナですね。ブナですね。大きい。ありました。私物の丘です。もう一度お願いします。これは楓ですね。穂崎楓。穂状に花をつけて実もこういうね、穂状に、うん、別名なんでしたっけ？小柄花。小柄花。小柄というのは麻の茎のことを言う。はいはいはい。こう脆い茎だね。この補助に花っていうのはじゃこれだけですか？階段の中ではこれだけです。ああ、ね、あのほら桜ではほらね、え、上水桜とかね、周囲桜、補助、階段。さあ、これは吉沢の源と熱気田代の滝です。幻の水にはできてるでしょうか？まだ雪多いですね、今年はね。ねえ、通れますか？そこ通れる？もうすぐ経つとここが雪明けして泉のように水が出てきます、ね、素晴らしいところです。関東盆地みたいなね、それ気楽だよね、またね。この雪が抜けたす正面に日高岳が見えます、ね、正面に山が見えます。ケーズルも見えてきました。もう少し端まで行くと、樋口も見えるはずです。右側も樋口が見える、うん、と思います。久しぶりだな、2年、2、3年ぶりだ。ここは樋口の頂上がちょこっと見えます。ここで終わりにしましょう。もっと先行けば見えるんだけど、それからじゃあ横田市で行きます。ちょっとそっちがいいじゃん、登りやすいじゃん。11時半です。雪がないね。向こうへ行くにはどうしたらいいだろう。出演の上歩きたくないし、朝の午前中まで。
はい、ようこそ。で、あそこから木道が見えますよね、はい、で、あそこまでちょっと雪がないから左から回って行って木道に乗りましょう。そしたらこれは通るんですね。ええ、しつけのところはちょっとねご遠慮させてもらってね。え、やっぱりここはいいわ。傘、小傘、私物ね。え、ケーゼル、はい、少女バカバのが先でしょ。綺麗な花です。何が有限花序って？これは有限花序、上から下に花が咲いていく。そうそう、こうあのね、限界があるから。下から咲くのは？下から咲くのは無限花序。なんで有限とか無限って言うんですかね。だって下から咲いていくっていうのは成長も伴っていくから、うん、考えていればずっとずっと咲いていけるわけでしょ、うん、だから有限、無限花序、なんか上限花序、下限花序って言うけど、それはこう上限でも切られる。でも一昨年はあの、去年はかみさんとね、近藤さんとで、ね、ここでご飯、あ、一昨年だ、去年は米が取れなかったの。そう、一昨年でしたっけ。去年は来ませんでしたっけ。来たんですけどね、ちょっとね、途中で時間切れで、途中までだった。メッキ大使の手前だった。え、去年は奥さんも一緒でしたっけ。うん、去年も一昨年も一緒、一緒でしたっけ。ね、私物へ向かって滑ります。鳩の巣まで約1時間弱。なかなか雪が滑らないです。ね、こういうアップダウンはステップ最高ですね。頑張れ頑張れ。お、テレワークしてる。お、テレワークしてる。おー、お疲れ様でした。たまには転んでくれなくちゃ。たまには転ばなくちゃ。転ぶんですか。面白くないや。ねえ、ダメだな、これ滑らない。全然こっちの方がよかったら、うん、そこの方がいいかもしれない。さあ転べ転べ転べ。ああ、うまく逃げたな。残念。おう、残念。はい、転べ、転べ、転んだ。転んだ。スループ。どうでしょう。あっち行っちゃうの。もうすぐ鳩待ちです。さて、どうこなすか。ゴブカバ、あ、うまい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 。はい、自信。